愛ちゃい笑顔エノハガールズです。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速自己紹介から。まずは、はい、トワフになりたい AINA アイナです。よろしくお願いいたします。はい、キュウリの女王様アヤマンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、宇和島市出身銘柄の田中ゆるです。よろしくお願いいたします。イエーイ。さあ、今日は、はい、練習生の2人がバックダンサーとしています。それでは自己紹介をどうぞ。はい、剣道なら誰にも負けない練習生のなごみです。よろしくお願いいたします。なごみさん、夢を叶えるために生まれてきました高校2年生17歳ゆめかです。よろしくお願いいたします。ゆめかちゃん、この2人の応援もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。愛媛が生んだみかんプリンセス橋川美希です。よろしくお願いします。イエーイ。なんでそんなにいつも微妙な反応なの。はい、そして今日の主役。はい、アールは大文字、好きなのはピーマン、ピーマンは生が好き、リオです。よろしくお願いいたします。リオさあね、はい、ピーマンは生が好き、頭もピーマンね、違うピーマン、ピーマンじゃない、はい、頭はピーマン、頭がピーマン、頭がピーマン、違うそこは負けんのよね。はい、はい、と、はい、いうことで、はい、リオちゃん卒業ライブスタートしました。皆さん盛り上げる準備できていますか。イエーイ。それでは次の曲いきましょう。リオさんがね、好きなあの曲、白の自分黒の自分両方を引き継いで生きていくモノクロ。Thank you.
とうございました。ありがとうございました。さあ、続いては今日はね、特別にリオさんがダンスパフォーマンスをしていただきます。ということでね、はい、衣装を、おっ、秘密、秘密で、踊れるんですか？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 すごい。うちらにできることないもん。なんでやっちゃう？
いましょうか。はい、準備 OK？ OK！ 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 それではミュージックスタート！
こんな一曲まるまる踊って、疲れた、疲れた、疲れた。ちょっと一ついいですか。めっちゃかっこよかって、ふーって後ろで泣けたんですけど、このミニ MC って私ら出ないんですよ。ミキさんとミオさんだけで聞いてたんですけど、ごめんなさい、本当にすごくて、怖くない、とっても綺麗、ありがとうございます。おー、拍手をいただきます。続いても、さあ、次の曲に行く前にもう一回衣装に着替えてゆうたから解散します。着替えてください。卒業式、卒業ライブね、こう一緒にお祝いしたいっていう、はい、お友達が来てくれました。おエアロちゃん、エアロちゃん、エアロちゃん、皆さん拍手お願いします。エアロちゃん、マッチャー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 、今日はあとお祝いなんで、おいいです。言ってて、あ、これリオちゃんのテーマソングだねって。そうなんですけど、ね、
逃げていく。そう、あ、来たー、 おかえりなさい。おかえりなさい。リアちゃん、エアちゃんが遊びに来てくれたよ。そう、ありがとう。なんか言いかけました。言いかけました。なんでしょうか。さっき楽屋でちょっと聞こえたんやけど、おミキさんのことが好きみたいな。バレた。どうしよう、みんなみんなに秘密にしててもらおうと思ったのに。え、好きだかな。好きだよね。好きだかな。好きだかな。ミキのこと好きでしょ。好きやけど好き。嬉しい、素直に。まあでもリアちゃんね、みんなのこと大3位って言ってくれた。すごく嬉しい。愛を感じます。はい、それと、はい、さあ次の曲はね、トクレディオさんのキャラ、はい、キャラソング、テーマソング、テーマソング。じゃあリアちゃん曲振りも一緒に、エアロちゃんも一緒に踊ってくれるからね。ほんまに、ほんまに、ほんまに、うん、おお、やった。エアロちゃんのこと、どういうの。エアロちゃん真ん中、あ、リアちゃんと真ん中、リアちゃんと一緒に。じゃあメンバーもセンターで一緒に、あ、カップで一緒に踊ろうか。はい、はい、めっちゃ久しぶりに踊るんですけど、見てください。ウンタカダンス。ウンタカウンタカウンタカウマウマウンタカウンタカウンタカウマウマウンタカウンタカウンタカウマウマウンタカ。
すごい、さすがにね。さあ、じゃあそのパグちゃんどこどこ置くの、どこ置くの、プレゼントさせていただきたいと思います。じゃあ、あやのちゃんとあいなちゃん、りおちゃんをあの位置行きましょう。じゃあ、りおちゃんは、はい、こちらへ。どうする、このままにしとく、うん、はい、じゃありおちゃんにこの曲をプレゼントしていきます。聴いてください、卒業。
てるか。はい、泣いてない。大丈夫？もう泣いてる。はい、すいません。泣いてる。ふざけた時は大人の対応をしてくれて、そんな
会う機会もなかなかなかったんやけど、たまに会った時にレベルアップしてるゆうかちゃん見てすごく嬉しかったです。で、直接ほんまにちゃんと言ってないけど、レギュラー昇格おめでとうございます。ありがとうございます。レギュラーになったからこそ自分を磨いて、そして自分が目指してるところまで突っ走っていってください。応援してます。ありがとうございます。はい、あやのちゃん。はい。大好きです。
けど引き止めました。引き止めた。引き止めました。これから会う時間も会う時も少なくなってしまうんですけど、また会った時はたくさんお話できると信じてます。またお話ししましょう、おいさん。はい、そしてファンの皆さん、今日は来てくださり本当にありがとうございます。今日のイベントがラストでもう会えなくなりました。毎週のように会っていたのがなくなるのはすごく寂しいです。またどこかで会ったら声かけてください。リオはファンの子供たち、そしてイベントで会う子供たちと遊んだり話したりすることが大好きです。その好きなことを将来の夢にしたいと思いました。リオの将来の夢は保育士になることです。その夢を叶えるためにこれから勉強に力を入れて頑張っていきます。心の隅でいいのでリオの応援よろしくお願いします。Thank you.
ていくうちにだんだんちょっとね頭がピーマンのところも見えてすごい、はい、ムードメーカーのところもあったりおちゃんなんでこれからね勉強を頑張っていくので、はい、皆さん本当に応援をよろしくお願いいたします。お願いします。